もう一戦、もう一戦だけやっていただけませんか。2000万なんてとても払えません。私もあなたと同じく開いたカードの位置は全部覚えていたんです。こんな形で負けるなんて納得いきません。もう一度だけ勝負してください。実は私、ネイルのコレクションが趣味なんです。もちろんこんなのほんの一部ですよ。で、実はこれにはちょっとした秘密がありまして、これ全部生爪なんです。あらお金で買えたら楽なんですけど、みんななかなか売ってくれないから、ほとんどはギャンブルで分取ったものなんです。ってことで、こちらが2000万かけるなら、先輩、私その爪欲しいな。嘘だろ、爪をかけるってどうですか先輩。ゆめ子、こんなバカな条件受け入れる必要。わかりました、それで結構です。何言って。だってこれしかお金を返す方法がないんですもの。それとも鈴井さんが払ってくださるとでも。いや、それは。